Hello. This is WF. お疲れ様でした。お疲れ様でした。オンタイムショー 2022SS 終わりましたね。終わりましたね。今回は5日間、搬入日も含めて6日間。6日間でしたね。前回よりも AW よりも、2日間短かったっていう感じですね。よかった。正直な話ね。5日がちょうどいいかもしれないですね。そうそう、ね。でも一方で。結構ね、コロナに対する対策がちょっと変わってました ね、あの北京オリンピックがまあ近づいてるからっていうのもあると思うんですけどね、うん、ああそうコロナへの対策は前回よりも厳しかったですよね。厳しかったですね。まずはあの参加者は絶対にワクチンを打っていないといけない。そうそう、出店側ってことですね。出店側、はい、出店側ワクチンと48時間以内の PCR 検査陰性が必要で、で、あのね、入管所にも写真が入ってて、うん、もうあれで入るとチェックしないように。そうですね、かなり厳しいものになってましたね。あとはあの朝来た時に知ったんですけど、毎朝消毒してるんですね。あ、そうそうそう、防護服着てる人がね、すごいですよね。そうだから、もう各ブース回ってビャーっと巻いてるから、うん、何が何でも感染出さない、感染させないみたいなね。本当にちょっと服にダメージが来ないかだけちょっとだけ心配だったんですけど、そうそうそう、レザーものとかね、そうレザーものとかシューズのねスエードとかシューズのところとかは結構大変そうだなと思ったんですけど、確かに。で、一般参加者の人も、もう必ず登録をね細かくして、そうですね、で健康 QR コードですか、健康証明 QR コードを見せてからじゃないと入場できないっていう感じで、そうですね。あと飲食物もね、普段だったらブースでこうコーヒー飲んでもいいし、まあ、正直昼ご飯とかもそれデリバリーしたもの食べてもよかったじゃないですか、ね、うんうん、そもそも持ち込みができなかったです ね、建物の中に。かわいそうに入り口のところでコーヒーぐいぐい飲んでる女の子とかね結構いましたね。持ち込んじゃいけないから、まあ、僕らもねブースではコーヒー飲むのがまあ通例っていうか慣れてたんで、うん、なんかコーヒーないっていうのは不思議な、ちょっとまあそういう意味では気持ちでした、ね、水分不足な展示会でしたけど、確かに確かに、まあでもね、これはもう完全にこういうところでクラスターを発生させないというか、もう絶対に、だからこそのコロナの少なさっていうのと、うん、日常への戻りぶりあると思って、そうですよね、まあ我慢しなきゃいけないとこだなっていうのは思いました、ね、マスクもね、そうめちゃくちゃ徹底、ちょっとでも下げたら、ね、もうだってなんか指さされてこう、マスク上げなさいみたいなね、サインまで出されて、それ専用のスタッフさんがね、いました、巡回してました、ね、巡回してましたからね。いや本当に厳しくて、まあでも次のためにね、今回が安全に済めば次も開催できるんで、うん、それは僕たちとしてはきつかったですけど、まあお客さんも ね、ちゃんと来ていただいたんで、うん、別にそういうところは良かったんじゃないかなと思いますけどね。ウェルカムというか、うん、我慢できるところかなと思います、ね、そうですね。オンタイム、まあ相変わらず日本チームは私たちだけでしたね。そうですね、僕らが出てるオンタイムショー合同展は、うん、多分本当にうちだけですよね。合わなかったですよね、多分一通り見たけど。ちょっとフラフラしてみましたけれども。そうですね。多分 A 館も B 館も、おそらく日本人僕らだけっていう感じでしたね。そうですね。うん、まあ日本ブランドに限らず、うん、海外ブランドは本当すごい少なかったっていう、そうですね、印象が、まあ、前回のシーズンに引き続き。まあ、相変わらず、ちょっとこの状況は続きそうですけれども。ですね。うん、まあ、よくも悪くも、うん。うちにとってはね、目立ちやすいというか、海外ブランド欲しいバイヤーにとっては、うん、あそこあそこっていう感じに、そうですね、目立ちやすいし、うんうん、いいなと思います。本当貴重な体験をしてますよっていうことでね、お客さんにもあの言っていただいたりとかね。確かに、うん、そうですよね。で海外ブランド少ないものの、でも景気はやっぱ完全に戻ったというか、むしろ、うん、コロナ前よりいいですよね。完全にいいと思います。やっぱり皆さんもう目を凝らして商品を見てずっと ね、長い間いてくださる方たちがたくさんいて、あんなに真剣にね、うん、見てくれたり、うん、長居してくれて、あと、まあ、初日に来て3日目もう1回来るとか、そういうバイヤーさん結構いたじゃないですか。ありましたね。もう1回見たいとか、うん、あとその社内の違うメンバーをもう1回連れてきて、うん、まあ、決済券ある人連れてきたりとか、うん、もう1回試着してみたりとか、あれはやっぱり、ね、なんかエネルギーの戻りというか、まだまだ売るチャンスがあるというか、うん、それすごい感じました、ね、楽しみですね、うん。